さてここからのお時間は戸塚井戸端トークパート1、戸塚の力です。今週は戸塚区役所通信です。お話をお伺いしたのは戸塚区役所区政推進課の武井さんです。それではお聞きください。どうぞ。本日は広報横浜など広報誌の配布についてお話をいただきます。スタジオにお越しいただいたのは戸塚区役所区政推進課の武井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、まずおなじみの方もいらっしゃるかと思いますが、広報横浜など戸塚区から配布される広報誌はどのようなものでしょうか。はい、広報横浜は毎月1日に戸塚区からのお知らせを掲載した戸塚区版と横浜市からのお知らせをまとめた横浜市版を一体にして発行しています。はい、戸塚区版には防災や子育て、健康づくり、イベントなど幅広いジャンルの情報を掲載しています。その他にも神奈川県の広報誌県の便りも毎月1日に、横浜市会の広報誌議会便りは5月、9月、11月、2月の年4回発行しています。広報横浜の他にも県の便り、議会便りがあるんですね。これらの広報誌はどのように配られているのでしょうか。はい、広報横浜、県の便り、議会便りは次の方法で皆様のご家庭へ配布しています。まずは自治会町内会による配布です。広報誌は発行月の前月末までに各自治会町内会宛にお届けし、自治会町内会には毎月10日までに各ご家庭へ届くように配布をお願いしています。はい、またマンションの管理組合など事前に登録していただいた団体にも直接配布し、各家庭への配布をお願いしています。なるほど。自治会町内会や広報配布団体経由で各家庭に届くようになっているんですね。ただお住まいの地域によっては団体を結成するのが難しいという方も中にはいらっしゃると思います。そのような場合はどのようにしたらよいでしょうか。はい、その場合は区役所に個別配布の登録をしていただければ各ご家庭に配布します。個別配布の登録を希望される場合はまずは区役所広報相談係までご相談ください。連絡先はこの番組の最後にお伝えします。はい、様々な配布方法があるんですね。普段広報誌を受け取っている家庭は基本的に10日までに配られているというお話がありましたが、10日を過ぎても広報誌が届いていない場合はどのようにしたらよいでしょうか。はい、10日までに各ご家庭に広報誌が届いていない場合はお住まいの自治会町内会やマンション管理組合など所属している各団体にお尋ねください。はい、なお現在は新型コロナウイルス感染症の感染予防に伴う対応で通常通りのお届けが困難となっている場合がありますのでご了承ください。はい、新型コロナウイルス感染症の影響は様々なところで見られていますよね。このような状況では広報誌が届きづらいこともあるかもしれないですね。広報誌を入手する方法は他にもあるのでしょうか。はい、広報横浜などの広報誌は戸塚区役所のほか戸塚区内にある区民利用施設、区内の JR や地下鉄の各駅など公共的なスペースに設置している横浜市 PR ボックスからも入手することができます。確かに私も区役所や駅などを利用した際に広報横浜などの広報誌が置かれているラックを見たことがあります。また区民利用施設の横浜市 PR ボックスでも配られているとのことですが、戸塚区内にある区民利用施設は主にどのようなところを指すのでしょうか。はい、区民利用施設は区内各地区センターをはじめ各地域ケアプラザや戸塚図書館などが挙げられます。はい、各施設の開館状況については戸塚区のホームページをご確認いただくか各施設へ直接お問い合わせください。はい、なるほど。広報横浜などの広報誌は様々な方法で入手することができるということが分かりました。最後にこれらの配布に関するお問い合わせ先を教えていただいてよろしいでしょうか。はい、広報横浜などの広報誌の配布に関するお問い合わせや先ほどお話しした個別配布の申し込みに関する問い合わせは戸塚区役所広報相談係までお願いいたします。
窓口は戸塚区役所9階93番窓口で、電話番号は 045-866-8321 045-866-8321 です。はい、ということで今回は広報横浜などの広報誌の配布について、戸塚区役所区政推進課の武井さんにお話をいただきました。武井さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。